稲村城は安保国安保軍にあった日本の城である。2012年1月24日に岡本城とともに里見市城跡として国の史跡に指定された。立山平野、鏡ヶ浦を見下ろせる標高64メートルの丘陵上に築かれ、東西、南北ともに500メートル規模を持つと推定される。また、四角部分の東側を削り、 西側の尾根を盛り土した痕跡が伺える。伝承では、文明18年に、里見義兼が築城し、炎徳3年に完成したとされるが、確証はない。ただ、築城が15世紀後半と推定されること、里見市最初の本拠地とされる、白浜城との間で道が整備されていたことが知られていることから、一時資料からは確認されないものの、稲村城が、 里見氏当主の居城であったこと、また、同時代の人々に、そう認識されていたことは、間違いない事実と認定できる。稲村城に本拠を構えることで、里見氏のその後の飛躍を決定づけた。稲村城の立地は、国府一帯を一望できる絶好の構えであった。このことから稲村への進出は、まさに死後の掌握する、国河領イコール死後領及び、 国画機構への守護支配体制を継承する意味を持つと言える。しかし、戦国時代には国画機能が創出されていることから、里見市の稲村城進出が国府を意識したものだと捉えるのは不適切とする反論もある。また、稲村城は古代以来安防国内で最も生産性の高い地域及びその推計を管理、掌握する一致にあったと推測され、 立山平野の農業生産構造における稲村城の位置を重要視するべきとする指摘もある。天文2年から翌年にかけて発生した天文の内向が稲村の変と呼ばれているように道場が舞台となっていた。この内向で稲村城主であった四代当主、里見義とは、いとこである吉高に滅ぼされて家督を奪われて稲村城もそのまま廃城となった。 ありがとうございます。